町中周遊バス、ハイカラん町中周遊バスは、福島県合津若松市を走るコミュニティバスである。愛称は、ハイカラんと赤べいである。実施主体は、町中周遊バス運行事業実行委員会、運行は、合津乗り合い自動車若松営業所が担当している。七日町駅と町中周遊バス、ハイカラん合図若松市は、 市内に幕末期のスポットなど観光施設を多く抱えるものの観光客の多くは自家用車によるものであり城下町で道路が狭く一方通行などが目立つ市内中心部においては道路渋滞が深刻さを増していたこのような問題を解決することと市内に散らばる観光資源の周知や掘り起こしをする必要性に迫られたまた 1999年4月から JR 万越再線で SL 万越物語号が運行され始め SL から市内観光への交通手段の設定も必要となった。このため、会津若松市を中心に商工会議所や観光協会、JR 東日本などにより組織された実行委員会を立ち上げた上で、レトロ町のボンネットバスによる街中周遊バス。 ハイカラさんの設定を行った。なお、これらは国土交通省の公共交通活性化総合プログラム TDM 等実証実験補助制度を活用して2001年10月から2003年9月まで行われた。この実験は大きな効果が認められたため、その後も継続して運行が行われることとなった。設定当初は1時間に1本の運行であり、 車両も一台を充当していた。しかし、利用客及び収入ともに設定次年度に大幅な伸びが見られたため、車両の増車や双方向運行などが検討された。その結果、1時間ごとの双方向運転が行われたこともあるが、その後は双方向運転を中止し、7日、町先周りのみの30分ごとの運行に改められた。なお、 鶴ヶ城のライトアップが行われる場合や夜間に鶴ヶ城周辺でイベントが行われる場合に夜間運行が行われることがある。2007年8月よりハイカラさんの逆回りコースを走る赤部絵が運行を開始した。かつては冬季に運休していたが現在は通年運行である。同様に観光を目的とした交通機関としては 石川県金沢市の城下町金沢周遊バスなどがある。その他、町中周遊バスフリー乗車券と観光施設入場券をセットにしたチケットが発売されている。各種フリー乗車券は、車内では発売していないため、あらかじめバス案内所や発売場所で事前購入が必要である。また各種フリー乗車券を指定の観光施設に提示すれば、 その施設の割引を受けることができる。ハイカラさんの続行便に使用される、レトロ朝鮮洋食の車両 JR 藍津若松駅を起点に、市内の観光スポットや、一般市民の交通の足として、市役所などの公共施設にも立ち寄る循環路線である。観光シーズンピーク期には、続行便が増発され、ハイカラさんと2台並んで運転される。続行便に使用される車両は、 レトロ町の専用図書区の車両が用意されているが、一般路線バス色の車両が使用される場合もある。街中周遊バス、赤米ハイカラさんの車両を2018年に運行を終了した初代ボンネットバスは補助ステップ、車椅子ギフト機能を備える三菱ふそう、ローザをベースとしたレトロ町のボンネットバスである。この専用車は2台のみのため、増発用車両は、 レトロ調の装飾を施した一般の路線バスとなる。2018年には、初代ボンネットバスの老朽化に伴い、ロイヤルブルーとワインレッドの新車両を各1台、導入。ボンネットタイプは同じで、座席数はこれまでの12席から18席に増えた。運賃箱には、合図の強度ガング、起き上がり小ぼしをあしらい、放射ボタンにも赤べこをデザインした。シートには、 不燃処置を施した合図もめを使い、合図らしさをより強く感じられるようになった。合図若松駅を発車後の車内放送時には、合図若松駅の発車メロディに使用されている、合図その名の情熱の原曲が流れる。新車両2台の導入により、初代ボンネットバス2台は運行終了した。赤べへの車両一般路線バス色の車両が、続行便に入る場合もある赤色の車体に、 赤べこを模したマスコットキャラクター、赤べ、絵が複数描かれている。合図若松駅毎時15分発の便の車両は中扉に車椅子リフト機能を備えており、また朝時間帯の通勤、通学ルート便、合図若松駅毎時45分発の便の車両は中扉に車椅子スロープを備えている。車両整備時や続行便には一般路線職の車両を使用する場合がある。 2007年の運行開始時は、赤部へには、クセニッツ製の超低小ノンステップバスを使用していた。これは、関東バスからの移籍者で、東京都西東京市のコミュニティバス、花バス専用車であった。なお、合図乗り合い自動車には、関東バスから、元、花バスのクセニッツシティ3が2台移籍している。赤部へのクセニッツシティ3は、2010年7月に、日の DS 線に置き換えられた。また、2011年の合津若松市内のバス路線統合に伴い、赤部への運転間隔を短縮し、京王バスから移籍した車両も1台増車されている。ありがとうございます。